駅のホームは突き落とされる可能性があるので一番前には行かない、ナビリューです。お願いします。今日はですね、オーストラリアのリーグ戦の開幕戦があるので、まあ、その一日にちょっと密着していこうかなと思います。もう時間もね、結構ギリギリなんで、ちょっとすぐ準備していと思います。それではやっていきます。はい、今準備が終わって、あともう家出るだけなんで、今日はですね、アウェー戦で、距離がね、120キロぐらい離れてて、バカ遠いんで、あのチームメイトがね、ピックアップしてくれるということで、それをピックアップを今待ってる状態です。まあ、それ待ってる間にね、このさっき作った、コーヒーっていうのかな、なんて言えばいいんだろう、カフェオレって言えばいいのかな、飲んでいきたいと思います。いただきます。味はもちろんシャマウマでした。はい、シャマチブ見てる人コメントください。では行ってきます。さあ行くぞ。モーニングモーニングモーニング。はい。今日テント取れる俺。マジマジで。あそこ遊んの俺。マジで。オッケーオッケー、ありがとう。So studying? Yeah.家帰ってきてご飯食べて、まあ、ちょっと寝て、お風呂今上がってあとはもう寝るだけなんですけど、まあ、今日の試合は、新しいチームでの、まあ、開幕戦ということになったんですけど、まあ、僕センターフォワードで出場して、立ち上がりの、まあ、15分ぐらいで、
いいクロスが上がったんで、そのボレーシュートを決めて1点取ることができたんですけど、まあ、その10分後ぐらいに失点を食らって、まあ、1対1で前半を折り返して、まあ、後半もそのまま点入らずまま自分はもう80分ぐらいで、まあ、交代されて1対1ということで引き分けになってしまいました。試合内容としてはかなり押される状況で、僕が結構孤立することが多くて、僕に対してもう攻撃が多分僕一人しかいなかったっていうのもあるんですけど、もう僕の周りに 2,3 人もディフェンダーが常にいて、相手が攻撃してる時ももう 2,3 枚残ってるっていう状況で、まあ、自分にボールが当たってもまあなかなか崩しづらいっていう状況が続いてました。まあ、ただでもまあ勝ち点1を取れたということはまあ良かったと思うんですけど、まあ、やっぱり勝たなければいけないっていうのがまあストライカーの使命でもあると思うので、まあ、次からは次というかまあ次は来週1週間空いて4月の6日に試合があるので、まあ、それに向けて練習とか生活で頑張っていけばいいかなと思います。じゃあもう時間も遅いので寝て明日を迎えたいと思います。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ナビルチャンネル、グッバイ。